どうもこんにちは、黒ネタです。ポケットモンスターシールド続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回はかなり強引になってしまったんですが、無事ダンテを倒しまして、ガラル地方新チャンピオンになることができました。あんな勝ち方で良かったのかな。まあ、何はともあれあれでストーリーは、終了となったんですけども、じゃあ今回何をしていくかということなんですが、ザマゼンタを捕まえに行こうと思っております。まあ、動画のコメントでも教えてもらったんですけども、ちゃんとねザマゼンタのイベントシーンはあるとのことです。情報提供ありがとうございます。まあ、今までねパッケージに載ってる伝説のポケモン捕まえられずに終わるってことはなかったんで、まあ、何かしらのイベントはあると思ってはいたんですけどね。で、まあ、おそらくあのポケモンはまどろみの森の最深部にいると思うんですよ。前回ねこの家に戻ってくる前にちょこっとだけあの最深部が映ったので、おそらくあそこにいると確信をしております。まあ、とりあえずあの森に向かってみたいと思います。こっちで合ってるよね。もう相変わらず霧が濃い。やっと来れた。ちょっと迷っちまったよ。で、この奥が最深部だよね。やっとたどり着いた。さあさあさあ、あれ、あそこにいるのホップじゃない？なんでここに、もしかしてバトルできんのかな。まあ、とりあえず手持ちのポケモンたち準備は大丈夫だし、話しかけてみますか。あれ、黒ネタ、お前までこんな森の奥に。一体どうしたんだ。いや、こっちのセリフだよ。ホップこそ。ラシアンとザマゼンタが眠っていた森だからな。誰も入ってこなくて静かで考えるのにぴったりなんだ。悩み事かな。黒ネタは何かに呼ばれた気がしたって。なんだか不思議だな。情報提供があったからだよ。そうだ、クロナタ、優勝おめでとうだぞ。ありがとう。ホップもちゃんと見に来てくれたもんね。まさかクロナタがガラル最強、無敵の兄貴に。勝ちまうなんてさ。勝ったって言えんのかな。なんだかまだ信じられない。クロナタは本当にすごいぞ。すごすぎてよくわからないぞ。お、来た。もう一度俺と勝負してくれよ。いいぜ。クロネタ、サンキュー。最強の兄貴に勝ったクロネタの力見せてくれ。準備ができたら声かけてくれよと。オッケー。あ、で、一応ね、ポケモンたち、レベル上げといたんですよ。はい、こんな感じですね。まあ、もしかすると誰かと再戦できるんじゃないかと思っていたんで、まあ、ちょこっとだけレベル上げてあります。ゲンがちょっとレベル上げすぎたかな。まあ、とりあえず68。で、残りのポケモンは62ですね。まあ、技とか持ち物変えているポケモンもいるんですが、まあ、それはおいおい説明しようと思います。では、ホップとのバトル行ってみましょう。ポケモン勝負だと準備はいいか？もちろん！行くぞ！さあ、かかってこいや！お。やっぱダンデに似てきたな。ポケモントレーナーのホップ。お、まずはバイウルか。さあ、行っておいでけんだ。まずは相棒対決か。お、レベル59。やっぱ成長してるな。そうだな、シャドーボール効かないし、ここは、あ、そうだ、技マシーンじゃねえや、技レコードかな。手に入れたのでヘドロウェーブ覚えさせてあります。ヘドロ爆弾より高火力だぜ。ではまずはヘドロウェーブ、ゲンガーのヘドロウェーブ。ワンチャン一撃で持っていけるか。あー、残るか。あ、でも毒状態いいよ。お、コットンガードか。防御3段階アップだね。まあ、あんま関係ないな。よし。
ちょうど倒れたね。オッケー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 。まずはバイウル突破。さあ2匹目は誰だ。お、カビゴンか。ノーマルタイプ。そうだな、今まだデスバーン出してたけども、ここはフワライドでいいかな。うん、ゲンガお疲れ、一旦休んでてくれ。さあ行け、フワライド。さあカビゴンレベルは58ね。では一旦蓄える。さあ防御特防1段階アップ、どうくる。お、噛み砕くか。まあそんな食らわないでしょう。オッケー。どうしようかな、もう一丁蓄える。でまた噛み砕くやってくると思うから、次は力を吸い取ろうかな。これで要塞の出来上がりだ。お、ヘビーボンバー切り替えてきたか。まあそんなもんでしょう。では力を吸い取る。お前の力いただくよ。よし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 、オッケー、全回復。お、噛み砕くか。まあそんな入んないでしょう。よし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 。お、防御ダム引かない、いいよ。ではアクロバット、さすがに一撃は無理かな。あ、結構硬いな。3発くらいか。まあ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 。まだまだ粘れるよ、うちのフワライド。アクロバット。そいや。よし。お、ヘビーボンバー。あー、全然食らわないね。では、アクロバット。これでとどめ。よし、さあ2匹目突破。3匹目、お、バチンウニ。こいつ調べたんだよ、電気単体らしいね。だったらここでデスバーン行きましょう。ワラドよくやった。さあ行ってこい、デスバーン。前回何もやってないからな。ただダイマックスして朽ち果てたからな。ここは自信でいいでしょう。おそらく上は取れてると思う。あ、いいね、デスバーンの自信攻撃。よし、オッケー、3匹目突破。やっぱレベルって大事だな。お、パンプジンレベルアップ63。まあダンデのポケモンみんな強かったからな。お、ううか、水飛行だよね。水飛行か。まあパンプ人だったら飛行技食らっても耐えれるか。うん、出してみましょう。さあデスバン交代だ、ありがとう。さあ行け、パンプ人。あ、いいね。暗闇だと映えるね。さあ、うう、58。そうだな、素早ささすがに負けてると思うんだよな。まずは種爆弾で。あ、ドリルくちばし。お、まあそんなもんでしょう。種爆弾くらえ。あ、結構減る。あ、でね、パンプ人には、新しく持ち物食べ残し持たせてあります。まあ耐久力あるんでいいかなって感じですね。ではあの体力なら影打ち圏内だね。パンプ人の影打ち、やっぱ便利だなこの技。よし、ううも突破。さあお次が5匹目、あの前にため残しで回復。よし、こんだけ体力あればまだ活躍できんな。アーマーが、飛行鋼、さすがに分が悪いな。ここはシャンデラ行ってみましょう。さあ行け、シャンデラ。
アーマーがレベルは？お、59ね。やっぱこいつかっこいいよな。いいデザインしてるよね。まあ、火炎放射でいいかな。焼き尽くせ。よし、一撃。いいよ。お、レベルアップ。シャンデラ63、デスバンも63。いいよ。さあ次が最後の一匹。まあエースバンだよね。だったらこっちもまだ活躍していないブルンゲルいきましょう。ちょうどいい感じにみんな活躍したな。いいねいいね。さあ行け、ブルンゲル。エースバーン、レベル高いか。お、60。まあこのレベル差でもあのリザードン苦しめることができたんだ。うちのブルンゲルならやれるでしょう。じゃこのまま、ネットで出た火炎ボール。お、あ、かっこいい。前見れなかったんだよね。エースバーンのやつ技外すからさ。お、耐えたか。ただまあまた火炎ボール来ても耐えるだろうし、ここはネットでいいかな。お、また火炎ボール。これかっこいいな。もっと早く見たかったよ。さあ暗いネット、よし、 OK。 ふぅ、お、レベルアップ。ブルンゲル63、フワライドも63。いいね。あ、みんなレベル上がったな。あ、ゲンが上がってねえか。よし、ポップとの勝負で勝ちました。いやー、でも成長したなホップ。お前と俺とではこれほど実力の差があるのかよ。まあ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 新チャンピオンですから。一応ね、あんな勝ち方してもチャンピオンだから。無敵の兄貴に勝ったクロネザにはかなわないか。お、ソニア、あんたたちちょっと騒がしいんだけど、なんてね。お、なんでこんなところに。お、チャンピオンおめでとう。ありがとう。ありがとう。勝者の余裕って感じ。こんなところで何してんだ。助手の仕事は？確かに。ホップ、実はね、私、もう助手じゃないの。え？どういうこと？お、晴れて博士になったのよ。マジか。じゃあ、ソニア博士か。お、やったじゃねえか。あんたたちには、ほんと感謝してる。一緒に冒険したから、ガラルの歴史を、もっと知りたいって思えたし、ポケモンのことももっと好きになれたしね。これ私が書いた本、サイン付き、レア物よ。あ、くれんの？お、ソニアの本。高く売れそうだな。ソニア博士が出版したガラル地方の伝説についての、新発見が面白く書かれている。俺はもう勝ったぞ。そっちの勝ったか。購入したってことはね、発売日に並んだぜ。あれ、ありがとう。後でサイン書いてあげる。おばあ様にも認められたし、本も出せたし、ソニア博士の活躍にこれからも期待しててね。これ次回作に登場すんのかな。ソニアから最初のポケモンもらいたいけどな。どうなんだろう。うん、ソニアもクロネタもすげえよな。尊敬するぞ。で、あんたたちは一体ここで何してんの。え、あ、いや、あ、わかった。口田剣と口田盾返しに来たんでしょ。あ、そうか、あれまだ持ってるんだっけ。あんたたちずっと借りていたもんね。忘れてたのかよ。そういえばそうだった。まあホップらしいけどな。てっきりダシアンと、ザマゼンタ絡みかと。クロネタが森に呼ばれた気がするってのももしかしたらそのせいかもな。助けてくれたお礼言って剣と盾返そうぜ。そしたらまたダシアンとザマゼンタに会える気もするしさ。ってことは、
これを返したら出てくるってことかな。口だった手を返しますか。はい、ダシアン、ダマゼンター助けてくれてサンキュー。遅くなったけどお前たちの大切なもの返すぞ。黒ネタはホッ、じゃあ黒ネタとホップは口田剣と口田盾を返した。あれ出てこないの、一緒に戻ろうって言って。それにはどうするんだ。私はもうちょっと森を調べたいからね。お、パスポート探しマシンが反応してるってことは、あ、おやおやおや、何やら騒がし、騒がしいと思えば、誰？変な髪型してんな。おやおやおや、もしあなたガラルの歴史を書いたソニア博士では。え、あ、どうも、本買ってくださった方です。誰こいつら。隅から隅まで、くまなく読みましたとも。インターネットでレビューも書いときましたとも。ただのファンか。お、嘘だらけの不愉快な本ゆえに星一つ。ん、ちょっと何、嘘なんか書いてないし。おい、失礼だぞ。我はソッド。お、我はシルディ。我々こそガラルの純粋なる血族。え、あ、じゃあその伝説をちゃんと知ってるってことか。にしてもすげえ髪型してんな。うーん、セレブリティ。うざ。純粋血族、何言ってんだ。あんたたち一体何なのよ。おや、おや、こちらにあるのは口田剣と盾では。おや、なんと小汚い。まさに偽りの剣と盾、素手で触るのが、はばかれます。あ、そうだ、口田剣を手に入れた。口田盾を手に入れた。何やってんの。おい、取るなよ、今返したばっかだぞ。黙らしちゃい、我々は落ちて、じゃあ落ちてるものを拾っただけ。文句を垂れられるのであれば、これらが誰のものか証明できるんですか。そんなの、二人の英雄のものじゃないの。それはできないけど、ザシアンとザマゼンタの大事なものなんだよ。やれやれ、平民のくせに意外と推しがお強いですね。なこいつは喋り方がなんかもうめんどくせえな。そこまで言うならば勝負いたしましょう。え、我々、売られた喧嘩は2倍の値段で買うセレブ。そんなセレブはいないわ。あなたはこのシルディがお相手しましょうぞ。え、まさかの展開、ポケモントレーナーのシルディ、ネギがないと。マジか、そんな展開になるとはな。あら、強っ。レベル60、手持ちは4匹。確かネギがないと格闘タイプだっけ。格闘単体だっけ、ノーマルあったっけ。あー、ちょっと覚えてねえな。一旦ひるむことも考えて、あー、でもヘドロウェーブでいいかな。とりあえず打とう、ヘドロウェーブ。食らい上がれ。ああ、残んのかい。お、鉄壁。おいおいおい、鉄壁を使ってる余裕なんかあんのか。いきなり出てきやがって、変な髪型しやがってよ。ヘドロウェーブ。あ、回復してこねえんだ。そのまま朽ち果てろ。さあ、まずは1匹目突破。お、銅卓、鋼エスパーか。ん？あ、そっか、回復してないのか。まあ、鋼エスパーだったらこのままゲンガーでもいいか。エスパー技が怖いが、まあ、このレベル差ならワンチャンいけるかな。シャドーボール。やったね、ゲンガー。うわ、残んのか。
光の壁。そんな余裕はあるのかい？まあ特殊に強くなったの面倒だが、一旦悪の波動でいいかな。悪の波動。もうこっちはザマゼンタを捕まえに来たんだ。お前たちに興味はないんだよ。ただまあなんかあの2匹の秘密を知っててもおかしくはないよな。ギギギある。そうだな、光の壁張られたのならここはデスバンで行ってみようか。さあ玄関交代だ。よくやった。行けデスバン。あ、こいつもレベル60、高えな。まあ、とりあえず地震で。あ、早いな、ギア操作。さあ、特性交換だ。あんま意味ないけどね。痛い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 。挟むんじゃない。地震を食らえ。うわ、またちょっと残ったかい。面倒だなもう。じゃあ地震で。いや、そうさ。まあ耐えるでしょう。よし、急所も当たってないね。オッケー。デスバンの地震攻撃。よし。これで残り1匹か。さあ誰が来る？ベータ隊列。こいつも調べたんだよ。格闘タイプらしいね。格闘タイプだから飛行か。だったら、なあ体力減ってるけどまあいけるかな。フワライド。いってらっしゃい。デスバンよくやった。行けフワライド。準備運動は終わりです。そろそろ本気を出しましょうか。ああよく言うぜ。こいつなんかビートに似てるな。態度がでかいだけで弱いみたいな。さすがにこの体力なら一撃で倒れることはないでしょう。蓄えます。一応上は取ってんだね。さあ防御特防1段階アップ。お、メガホン、虫技か。あー、全然食らえませんよ。じゃあ一旦念には念を。力を吸い取る。お前らの力いただくよ。こいつら真正面から見るとなんか虫っぽくて気持ち悪いんだけども、一匹一匹可愛いんだよな。メガホン。お、当たらないよ。ではここでアクロバット。よいしょ。オッケー、一撃。これ素直にアクロバット打っとけばよかったな。オッケー、シルディと勝負に勝った。なんだなんだ、弱いじゃないか。白目になった。おお、なんたらこと。我のポケモンが。もうこいつら何なんだよ。盾を取り戻した。返してくれるんだ。くなかなかどうして強いではないですか。当然だ、我チャンピオンぞ。我のちょっと、お散歩用の可愛いポケモン倒すとは。またまた本気だったんだろう。何がお散歩だよ、変な髪型しやがって。それどうなってんだよ。しかし兄なんだ。しかし、姉者は難なく勝利したようですね。ほっぺー。お前、肝心な時にいつも負けるな。何やってんだよ、ほっぺー。ごめん、クロネタ、俺負けちまった。お前、ライバルだろ？ここで勝たなくてどうすんだよ。はっはっは、少年よ、悩み事でもあるのですか？あ、その悩みのせいで本気を出せなかったってことか。勝負に全く集中できていないようでしたが、何があったんだホップ。自分だけ成長できてないとかそんなこと考えてんのかな。
ところで弟よ、もしやそやつ無限大の沈めたものでは、お、知ってんの？は、よく見れば我らの手柄を横取り、え、手柄を横取りした例の子供ではないですか？調査ではそのもの、ご先祖様が描かれた偉大な壁画が壊された。じゃあこいつら、あの英雄の子孫なんだな。現場にも居合わせたとか。なな、なんたる罰当たりな、一族が誇るあの壁画を俺が壊したわけじゃねえぞ。壁画ってザマゼンタたちの遺跡を隠していたあの、っていうか壊したの黒ネタじゃない。そうだ、もっと言ってやれ。今目を違った、身か、身を引きましょう。次はより強いポケモンでコテンパンにしてあげるんです。二度と来るな。そうしましょう。それではグッバイ。今ホップ追いかけてっても勝てねえだろ。ああ、もう無鉄砲に追いかけちゃって。そういうところもダンデに似てるからな。クロネタはさすが落ち着いてるね。まあ、チャンピオンですから。ホップがあんな奴に負けるなんてね。いや、ほんと全くだよ。勝負は焦っていたように見えたけど、そのせい？ライバルのクロネタがチャンピオンになったり、やつ目標がなくなったりで、あいつも悩んでいるのかも。まあ、そういうことだろうな。それはそうと、ソッドとシルディだっけ？さっきのあいつらの行方、ちょっとわかるかもなんだけど、お？ブラッシータウンの研究所で詳しく話せないかな？オッケー。まあ、ホップも心配だが、まあ、とりあえず行きましょうか。聞くまでもないよね。うん、ありがとう。よし、それじゃあ後でポケモン研究所戻ってるね。オッケー。ちょっと予想外のことがありましたが、次の目的地がブラッシータウンの研究所。これ思っている以上にクリア後の要素多いのかな。とりあえず、まあ、今回ここまでにしますが、次の目標をザマゼンタをゲットするということにしようかな。もうちょっとポケットモンスターシールド、ゴーストタイプ統一縛り初見プレイ、続くかもしれません。よかったらまた次回も見に来てください。では今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。